おう、エルドリエ。と、ジョーちゃん、無事だったか？はい、おじさまや他の方々もご無事で何よりです。死傷者が出なかったのは奇跡だな。それにお前ら二人も。どうも。まあ、お互い無事でよかった。トラルの人たちはあんたが避難させてくれたんだよな。どうもお疲れ様。なぜ私が反逆者ごときにねぎらわれなければならんのだ。あエルドリエは随分と不満みてえだが。いえ、そういうわけでは。悪いな。お前らの行動がどれだけ正しくとも、一度は敵対し氷協会の秩序を壊されたのは事実だ。お前らを認めない騎士も多いと思うが。もちろん分かっているさ。その上で正しいと思って行動したんだ。そうですね、キリトの言う通りです。話が早くて助かるぜ。ま、アリスのジョーちゃんと分かり合えたんだ。他の騎士たちにもすぐに認めてもらえるだろう。とはいえ面識のない騎士もいるだろうしな。この場で二人ごとを紹介しておくか。おい、シェータ、レンリー。シェータシンセシス12。俺はキリト、よろしく。静かな人なのかな。でも初対面だし、何か喋った方がいいような。武器は何を？この黒百合の剣よ。もしかして切られたい？すみませんでした。彼女はカセドラルの元老院で凍結されていた戦後騎士の一人だ。同じ凍結中とはいえ、シェータと他の聖護騎士ではかけられていた術式が少し違っていたらしくてな。シェータだけは何とか目覚めさせることができたが、他の騎士はあの木と一緒に上空へ登っていっちまった。そうか。それでこっちは。レンリシンセス27です。キリトです、よろしく。あれ、なんだかこいつ。どうかしたの？僕の顔に何かついてる？あ、いや、なんでもないんだ。ただ君の雰囲気が俺の親友によく似ててさ。え？ちょっとキリト、初対面の人にいきなりそんなこと言うとびっくりされるよ。え、だってどう見てもお前に似てるじゃないか。目元とか優しそうな感じとか。そんなに似てるかな。僕よりレンリさんの方が雰囲気も顔立ちもなんだか洗練されてる感じがするけど。ユージオ、洗練されてるとか難しい言葉知ってるな。偉いぞ。それぐらい知ってるよ。一体僕を何だと思ってるんだい？親友。もう話の流れを止めるのはいい加減にしなさい。レンリ殿が困っているでしょう。ごめんなさいレンリ殿、あの二人はずっとあの調子なのです。どうか大目に見てやってはくれませんか？いえ、僕は大丈夫です、アリス殿。どうぞお気遣いなく。こいつもシエタのように凍結されていたんだが、彼女よりも前にチュデル菌が覚醒させたみたいだぜ。お前とユージを迎え撃つために戦後騎士を増やそうとしたんだろう。
とはいえ完全に覚醒するのが遅すぎました。目覚めた時には最高司祭様は亡くなられていましたから。いや悪い、責める気はないんだ。おそらく覚醒が間に合ったとしても僕には。まあそれぞれ思うことはあるだろうが今はやめておけ。はい。それでそっちからの紹介はねえのか。いつの間にか随分と大所帯になっているみたいだが。彼女たちは俺の友達だよ。力を貸してくれるためにここへ来てもらったんだ。アスナと言います。西方騎士をまとめているベルクーリだ。ジョーちゃんと一緒ってことは当然味方ってことだよな。ええ、もちろんです。そいつはよかった。こんな事態だからな、味方は多い方がいい。あと紹介すべき人は。このガキは。ずいぶんと不遜な物言いじゃの、ベルクーリシンセシスは。まさかあんたがそうなのか。もう一人の最高司祭。正しい認識じゃが、わしの立場に関してはもう少し気を使うべきじゃろうな。立場とは。ここにいる者以外にはアドミニストレートの死を秘匿しているのじゃろう。ああ、長期の睡眠に入ったと説明している。ではわしが最高司祭を名乗るべきではないじゃろう。最高位の人物が二人いるというのはあまり。まあ言われてみりゃそうだな。そこでじゃ、当分はわしのことを最高司祭代理とでも呼ぶといい。あんたはそれでいいのか。構わん、わしにあの女ほどの執着心はないのでな。これでひとまずの紹介は済んだかな。なら早速この事態についての議論を始めよう。カセドラルシダ。カセドラルシダってのはあの木の名前か。ああ、近くまで行ってきたからな。お、なら聞かせてくれ。カセドラルシダについて分かったこと。破壊が困難となると一体どのように対応すれば。地道ではあるが、起こる事態に対応しつつ原因を調査していくしかないじゃろう。カセドラルシダーの調査はもちろんだが、まずは混乱する王都の民たちをどうにかしねえとな。飛竜の剣も含めて混乱の極地ですね。飛竜の剣、何かあったのか。ああ、カセドラルシダーが出現して最上階が空へ登っていく中で、飛竜に乗った何者かが南帝国へ飛び立つのが目撃されたんだ。飛竜に乗っていったってことは西郷騎士の誰かじゃないのか。いや、西郷騎士は全員揃っている。飛竜を奪ったのはカセドラルにいた俺も知らない誰かだ。西郷騎士だけが乗れる飛竜が奪われるなんて確かにありえないな。そっちは後回しだ。まずは王都の混乱を抑えよう。手を貸してくれるか。ああ、もちろん。ベルクーリ、西郷騎士の中からカセドラルシダーの問題に対応する人員を避けるか。そいつは難しいかもな。本来の任務である果ての山脈の警護、それから四帝国の近衛軍を再編再訓練する必要もある。暗黒海との戦争に備えてじゃな。
ああ、実戦経験のないこの衛兵をそのまま戦争に送り出すわけにはいかねえからな。王都に常駐させる騎士も必要でしょう。今すぐカセドラルシダーの調査に回せるとしたら、ジョーちゃん頼めるか。わかりました、よろしくお願いします。カーディナル様。うむ、心強い。カーディナル、俺と勇者にも手伝わせてくれよ。うん、今度こそ彼女を取り戻すにはカセドラルシダーの問題を解決するしかないからね。私たちも力を貸します。ラースからの連絡がない以上ここに留まるしかありませんし、何よりキリト君をまた危ない目に遭わせるわけにはいきませんから。そうか、みんな助かるぞ。これだけの人数がいればひとまずなんとかなりそうだな。騎士長殿。どうした。魔獣が現れました。魔獣が？まったくこの状況で騎士たちで対応できないのか。いえ、それが発見された魔獣はこれまで出現した魔獣とは異なる特徴でして、攻撃を仕掛ける前に状況を騎士長のお耳に入れておくべきかと思いまして。場所はどこじゃ。王都にほど近い南帝国の領地です。考えたくはないが、状況的にカセドラルシダーとの関係を疑ってしまうな。それなら早速俺たちで対応するよ。騎士たちは王都の混乱を鎮めるまで動けないだろ。ああ、頼む。キリト、くれぐれも気をつけるんじゃ。俺と勇者は聖豪騎士になるため鍛錬に励んでいたが、禁忌を犯し罪人としてセントラルカセドラルへと送られる。そして記憶を失い聖豪騎士となったアリスと共に最上階へとたどり着き、冷酷な支配者アドミンストレーターと対峙、死闘の中自らを剣に変えてたった一人で彼女に立ち向かおうとしたユージオに俺は必死で手を伸ばす。俺の手はどうにか親友に届き、激闘の末二人の力を合わせアドミニストレーターをついに打ち倒した。だがその後カセドラルシダーという謎の樹木が突如カセドラル全体を覆い、塔の上層は天井に切り離されてしまう。またカセドラルシダーはアドミニストレーターの真意をまとっており、俺たちは彼女の存在が未だ絶えていないと知る。そんな状況の最中、南帝国での魔獣目撃情報が舞い込み、俺たちは情報のあった場所に調査へ向かうこととなった。おい、友情、アリス。キリト、遅いです。もうあと少し遅ければ置いていくところだったよ。ごめんごめん。でも俺は知ってるぜ、ユージオ君もアリス君も俺を置いていったりしないってな。はあ、まったく。ほら早く行きますよ。ああ待ってくれ。何です。もう一度約束しようぜ。そうだね、やっぱり僕たちはいつだって三人一緒だよ。ああ、またここから始めるんだ。ほらアリスも。はい、誓いましょう。よし、それじゃあ改めて、俺たち三人は生まれた時から死ぬ時まで一緒だ。何があっても離れない。約束だよキリト、アリス。ああ